っぱり俺たちのこの血潮に流れてる日本人のこの心っていうのは強いんだみたいなことを言って、またツバスメのトシさんのところが来るみたいな感じにしたいなと思ってますけど、はい、分かりました。それで今回そのコラボするのに、まあ、この俺会ったことない人にとコラボすることって、はい、なかったんですけど、はい、でも本当ソシさんにはダメ元でも行ってみたいっていう、一回まあ言うだけ行ってみようかっていうので、レーベル買って上がってきて受けてくれたよってマジかってなりましたもんね、本当。僕にとっては初めてのチャレンジになるので、なんかこうすごくなんかエキサイティングなことになるんじゃないかなと。で、なんかすごいライブも、DVD で拝見させていただいて、すっごいかっこよかったので、それに自分がこう合わさったら一体どういう世界観が生まれるんだろうと思って、なんかすっごい面白いことなんじゃないかなっていうのをすごい思いまして、それでちょっとぜひ光栄すぎます。いやいやいや、マジでダメな。止まる秒針、視界が歪む、気が遠い、何で慰む、もうわからねえ、涙が伝う、この心をやらせなさが伝う、あの過去が眩しいからブラインドを閉めてくれよ神様。分かってる、人生はできねえのさ、リセール、高く飛べると信じてた子が俺まといてるまでマイクジョーデン、世界は俺のものだってジョーデン、今じゃこれ気の抜けちまったこれ。